松山美味しいもの巡り、やっぱりステーキ松山ロープウェイ通り店の紹介をしていきます。やっぱりステーキが食べたい、ロープウェイ以外に手軽に食べれるところあるけん行くぞのもし。うわ、溶岩石でジュっていう音が食欲をそそるんよ。やっぱりステーキ心得10か条。疲れている時に食べること、ストレスに勝ちたい時に食べること、集中したい時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、筋肉をつけたい時に食べるべし、若返りたい時に食べるべし、フラフラする時に食べるべし、脳の健康のために食べるべし、心の健康のために食べるべし、お酒の締めで食べるべし。沖縄発祥のステーキ店、大街道の駅から徒歩3分と、なんとも手軽に行きやすいステーキ屋さんです。しかも安価に溶岩石のステーキを食べることができます。なんと食べ放題のサラダやスープ、ご飯までもついてきます。ご飯は16穀米も食べることができますよ。今回はランパスでロースステーキをいただきました。じゅわっと溶岩石で焼いた肉をいただくことができます。自分で好みの味付けを食べる、タレをかけて食べることができます。他にも唐揚げや他の部位もあるので、ぜひぜひ自分の好みの肉を見つけてみてはいかがでしょうか。やっぱりステーキ、熱々のお肉をいただけるので、ぜひぜひロープウェイが行った時、松山の思い出とともに肉を味わってみてはいかがでしょうか。唐揚げなども楽しめますよ。ご視聴ありがとうございました。